ヘンリー・チャールズ・ブコースキーは、アメリカの作家、詩人。1920年、ドイツ人の母、カタリーナ・ヘッドとポーランド系アメリカ人の軍人の父、ヘンリー・チャールズ・ブコースキーシニアの間に、ドイツのアンダーナッハで生まれる。第一次世界大戦後のドイツの経済崩壊により1923年に、一家はアメリカ合衆国のメリーランド州ボルチモアに移住。 その後カリフォルニア州ロサンゼルスへ転居。幼年時代、ブコースキーは、しばしば失業状態にあった父親から虐待を受けていた。1933年、中学校を休学し、座礁の治療を受ける。1939年、ロサンゼルスハイスクールを卒業し、シアーズローバックに就職。すぐに退職し、ロサンゼルスシティカレッジに入学、芸術、ジャーナリズム。 文学のコースを履修した。1941年、大学中退。ロサンゼルスを離れる。雑誌仕事をしながら放浪する。1944年、ニューヨークに移り住む。本格的な創作活動をはじめ、ストーリー誌に短編アフターマンス・オブ・エイ、レング・リジェクション・スリップが掲載される。文芸エージェントの申し出もあったが断る。1946年、 作家になる夢を諦める。ジェーン・シー・ベイカーと出会い、10年近く同棲することになる。1952年、1955年まで配達員として郵便局に勤める。1955年、長年にわたる大量の飲酒がたたり、出血性の海洋で入院する。退院した頃から、また死を書き始める。1957年10月、 ハーレクイン氏の編集者、バーバラ・フライと結婚するも、1958年3月に離婚した。この年、両親が相次いで死去。創作活動を再開。1958年、事務員としてロサンゼルスの郵便局に勤める。1959年、ジェーン・シー・ベイカー死去。葬儀代を持つ。1960年、最初の死繍フラワー、フィスト、 アンドベスティアルウェール観光。1964年、内縁の妻、フランシス・スミスとの間に、娘のマリーナが生まれる。1966年、ロサンゼルスの地下新聞、オープンシティ紙のコラムノーツ・オブ・ダーティ・オールド・マンを担当。1969年、オープンシティ紙のコラムが、ブコースキーノートとして、ポルノ専門の出版社から観光され。 最初の商業的成功を得る。1970年、ブラックスパロープレスのジョン・マーティンから、生涯毎月100ドルという報給を約束され、1月2日、郵便局を退職。その後の主要な作品のほとんどが、ブラックスパロー社から出版されることになる。1971年、ジョン・マーティンから長編小説の要望を受け、 二週間で、ポストオフィスを書き上げる。1972年、詩集、モノマネトリオ、俺の幸運をお願い観光。シティライツ社から、エレクションズ、イジャキュレーションズ、エクサビションズ、アンドゼネラルテールズオブオーディナリーマットネス観光。1983年に二冊に分けて出版、街で一番の美女及び、ありきたりの狂気の物語となる。 1973年、ティーハックフォードによるドキュメンタリー番組、ブコースキーが公共放送にて放映される。短編集、ブコースキーの尾が、ひたむけば、観光。1974年、全米芸術基金から助成金を受ける。1975年、長編、勝手に生きろ。観光。20代の放浪生活を描く。1978年、 長編、詩人と女たち、旅行機、武功スキーの酔いどれ気候、詩集、指がちょっと血を流し始めるまで、パーカッション楽器のように酔っ払ったピアノを弾け観光。1983年、映画、ありきたりの狂気の物語町で一番の美女公開。1984年、脚本を担当した映画ザ・キラーズに、作家役で出演。1985年、 1976年の朗読会で出会ったリンダ・リー・ベールと8月に結婚。1987年、脚本を担当した映画、バーフライ公開。死繍ラブ・イズ・エイドッグ・フロム・ヘルを原作とした映画、クレイジー・ラブ・見せられたル・サニア公開。1991年、短編、充電の合間に及び、人魚との交尾を原作とした映画、冷たく冷えた月公開。 1994年3月9日、カリフォルニア州サンペドロで白血病により死去。遺作となるパルプを完成したすぐ後のことであった。彼の墓にはドントトルコリラと刻まれている。ありがとうございます。